第4代ベッドフォード公爵ジョン・ラッセルは、イギリスの政治家、貴族、軍人。ジョシュア・レノルズがの、第4代ベッドフォード公1710年9月30日、イングランドサリー・ストリーサムに生まれる。父は、第2代ベッドフォード公ライオ・セスリー・ラッセル、母はその妻エリザベス。彼は、夫妻のバッ用男であり、長兄と時兄は、創生、三兄が、 第3代ベッドフォード校となるライオセスリー、ラッセルだった。家庭教育を受けた後、大陸へ、グランドツアーに出た。1732年10月23日に兄である3代ベッドフォード校が若くして死去したため、代わって彼が4代ベッドフォード校位を継承した。先代は、ギャンブル好きで25万ポンドも負けるという重荷を残していたが、4代校の努力により、 ベッドフォード公爵家は財産を順調に回復させていき、デボンシャー公爵、ノーサンバーランド公爵、ブリッジウォーター公爵と並ぶ四大資産家の地位を取り戻している。また貴族院議員としては初め、カータレット教が指導する反ウォルポールホイックの党派に属した。1742年にウォルポール内閣が倒れ、カータレット教が権力を握ったが、ベッドフォード公は、 政府のハノーファー優先策を批判した。カータレット失脚後の1744年12月、ヘンリー・ペラム内閣の海軍大臣に就任した。さらに1748年2月には南部担当国務大臣に転じる。しかし閣内で、ベッドフォード校は、初代入荷する校、トマス・ペラムイコールホールズと対立を深めたため、1751年6月を、 もって、内閣を追われた。1756年12月から1761年にかけて、アイルランド総督を務めた。帰国後の1761年11月に、第2次入荷する公爵内閣の王子少将に就任し、続く第3代ビュート伯爵ジョン・スチュアート内閣でも留任。この際には、ビュート伯の指示で7年戦争の講和のために、 パリへ派遣されており、彼が交渉を行った結果、1762年11月にフォンテンブロー条約が締結されて7年戦争が終結している。続くジョージ・グレンビル内閣には、枢密院議長に就任した。同内閣で、ベッドフォード校の派閥は、アメリカ植民地や、ジョン・ウィルクスに対して、強硬姿勢を取るべきことを訴えた。 植民地に対して恩和な見解を有する大ピットとは意見が合わなかった。そのため、大ピット内閣に対しては、ベッドフォード後派は野党の立場を取っていたが、1767年末には政権に参加している。これによって内閣は植民地に対して強行になり、大ピットら退職民地恩憲派は内閣を追われることとなった。彼は、 陸軍軍人としてもキャリアを積んでおり、中将まで昇進している。1771年1月5日、ロンドンブルームスベリーベッドフォード辞書の屋敷において死去した。1731年、第3代、サンダーランド伯爵チャールズ・スペンサーの娘ダイアナと結婚し、彼女との間に長男ジョンを設けたが、この長男は創生した。1735年には、 ダイアナと死別し、1737年に、初代ゴア伯爵、ジョン・ルーソン・ゴアの娘がアートルードと再婚。彼女との間に、次男フランシスと、長女キャロラインを設ける。次男フランシスには先立たれ、5代ベッドフォード公の、爵位は、フランシスの長男フランシスに受け継がれる。長女キャロラインは、第4代マールバラ公爵、ジョージ・スペンサーと結婚した。ありがとうございます。